ちは、ぶっちち DIY チャンネルです。前回の動画では、オープン PC のデザイン過程を、見ていただきました。今回の動画では、そのオープン PC の、実際の制作過程をご覧いただこうと、思います。設計図を見ながら、毛書きをしていきます。アルミ材をノコギリで切断します。ネジ切り加工用のスターナーを当てます。足の取り付け部とスイッチユニットではネジ切り加工します。アルミフラットバーを表面テープで接着します。ネジ穴を開けるとき、アルミ材同士がずれないようにするために、表面テープで貼ります。ネジ穴を開けます。ネジ穴の面を取ります。ナットも埋め込めるように穴を掘ります。アルミ板の加工。アクリル板で足とスイッチユニットを作ります。
クリル板を接着して、足を作ります。アクリル板とアルミ板を接着して、スイッチユニットを作ります。フレームの組み立て。塗装工程。1、メタルプライマー。2、水研ぎ。3、カラーアルミスプレー。4、カラーアルミスプレー。足の取り付け。アクリル板で作った足にゴムシートを貼ります。
センサーの取り付け。スイッチユニットの取り付け。プレートの取り付け。ここに、ストレージとライザーケーブルを、取り付けます。ストレージの取り付け。ここで、プレートとストレージにクリアランスがないと、SATA電源ケーブルが挿せないことが、判明。急遽。アクリル板でワッシャーを作りました。電源ユニットの取り付け。ライザーケーブル。マザーボードを取り付ける前に、SATA ケーブルと、SATA 電源ケーブルを、先に取り付けておきます。マザーボードは CPU クーラー、メモリーと、一緒に取り付けました。CPU 電源ケーブル、SATA ケーブル、ライザーケーブル、スイッチと LED ケーブル、ATX 電源ケーブルを、マザーボードに差し込みます。グラフィックボード。PCI エクスプレス電源ケーブル。完成しました。
ましょうか。今回は、オープン PC ケースの制作過程の動画を見ていただきました。オープン PC ケースの制作は2作目ですが、自分では、まあまあうまくできたと思っています。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。